持ってけ。マジか。よし。よっしゃ、二度と来んな。空気のない月でどうしよう。アホくさい。奴に直接会いに行こう。くれぐれも撃つんじゃないぞ。死にそうな奴から情報を引き出すのは骨が折れるからな。ただでさえ喋りがうまくないのに。メリフのエレベーターなら封鎖されてる。やってくれるな。メリフがセリーナっていう税関クラップトラップのガールフレンドとイチャついてる録音ならあるわ。ダメだ、効果がない。メリフが芸者ロボットと話している録音は使えないか。脅迫して中に入れさせるんだ。それだ。税関クラップトラップを焚き付けに行こう。モックス、音声を用意してくれ。あの件についてスプリングスに会いに行かないと。はいはい。あ、妻が何時間も前にドライブに出かけたきり戻ってこないんだ。まだ外で暗闇の中をさまよっているか、もっとひどい目に遭っているかもしれない。僕のディードラを探し出してこの腕の中に返してくれ。彼女が最後にいた場所をエコーに送る。僕のか弱き花びらが通りすがりの悪党どもに手荒に扱われたり、野生の生き物たちに食い荒らされたりしたらと思うと、土下座してもいい。土下座なんて初めてだけど、彼女を探し出してくれ。調べてくれ。愛しいマイロ、私ペシャンコになった車から出られなくなってしまったの。その上邪悪なバンディットたちに取り囲まれてる。このメッセージを受け取ったら私のことは忘れて自由に生きて、さようなら。なんてひどい話だ。でもディードラは近くのバンディットの居住地に連れて行かれただけで生きている可能性もある。君のエコーのその場所に印をつけておくよ。お願いだ、僕の愛する人を見つけてくれ。たとえ彼女が星の下にいようとも、天の星の一つとなっていようとも。なんだこれ、一丁羅なのに。俺、一つじゃねえ。
設計部のトビアス・テイティルバームだ。 O2 キットの図面の焼き付けが戻ってきたんだけど、色は期待通りだ。メリハリが効いててバッチリだよ。でもフォントが指定したのと違うよね。これじゃあ OZ キットに見える。まあそっちが決めることだけどさ。自分が金を払ってんなら頭からやり直させるね。これじゃ台無しだ。いやこれもありだけど。もしもし、もしもし、うちの部下を殺すなんてどういうつもり？って、まさかそれ私のエコーメッセージ？マイロンに言われてきたのね。あの子優しそうだけど、ちょっとおかしいのよ。だって夜中目が覚めるとこっち見てるし、友達と遊ぶ時もついてくるし、記念日に心中しようって言われた時にヤバいって思って自分の死を偽装したのよ。マイロンを殺害するのが何より効率的に思える。ダメよ、大勢いるマイロンの家族が黙ってないわ。私に考えがあるの。イカれてるけど、これならマイロンに妻は死んだと納得させられるはず。手伝ってくれるわよね？いいだろう、やりがいのある任務のようだ。マイロンに諦めさせるためには死んだと思わせるしかないわ。だから私を、というか出来の悪い双子のモーリーンを殺してほしいの。マイロンは彼女のことを知らないし、彼女は脱獄囚だし、マイロンと同じくらいおかしいのよ。探して殺して死体をマイロンに見せてちょうだい。簡単でしょ。まだいたの？早く行って。ぼんやりしてても私の死は偽装できないわ。さあ行った行った。Thank you.
確かにあんたのことは盗聴してたわよ。けど信じてたんだ。あんた予想もしてないところで殺人づいちゃうんだから。ああ、愛しのディードラよ、行ってしまったのか。僕も君の後を追う。恐れることはない。巨大な暗黒の門を共にくぐろう。たとえ奈落の底であろうとも、僕の翼が君へと導いてくれるだろう。うわあ、一石二鳥子ね。ボルトハンター、おかげで銀河が少しだけマシな場所になったわ。報酬を渡すから戻ってきて。
を殺してくれてありがとう。マイロンともどもいなくなってやっと夜も安心して眠れるわ。告訴しに来たんだ。君らの偉大なメリフが法律を破っているぞ。証拠もある。法律違反？詳しく聞かせてくだ。いえ、報告ありがとうございます。あとはこちらに任せてくれて大丈夫です。メリフ万歳。マックス、今だ。はあ、君は男の話を聞く天才だ。心からそう思うぞ。本当にもっとそのフィジカルなセラピーは受けられんのかね。いろいろあって最近ストレスでその爆発。私たち芸者ロボットはそのような用途には。セリーナ、私はメリフだぞ。コンコーディア全体のためにもなるのだ。損はさせない。なんせ今はダールの金がたっぷりあるからな。メリフが私のセリーナとインターフェースしている。そんな、裏切られました。それに記録によればメリフは無免許であのような活動をしているではありません。私の怒りも道徳的に正当化できます。そうだ、全くだ。実はな、今この瞬間もメリフとセリーナは一緒にいるらしいぞ。なんと市民職員を、あれは、
確かに私の声に似ていたかもしれないが、あれだ、モノマネされたのだ。私と声が似ている輩にな。困難な状況ではあるが、プライバシーは尊重してもらいたい。恥というものがないな。なんという男でしょう。異種族間侵攻免許不所持の罪で地獄を見せてやらねばならないようです。来なさいエレベーター、今行きますよ。愛しのセリーナ。そう来なくちゃな。いざ参りましょう、メリフのもとへ。何やってるポンコツ野郎、メリフは上だろうが。ほんの冗談です。では上参ります。その私はロスだ。なんというか荒れ